引き続き3月5日金曜日、でございます。今これはヤンゴンの中心地になりますね。ここはアンサンスタディアムというところを今通り過ぎたところであります。私は今用が、桜タワーでの用が終わったので、今食事を取りに移動しているというところでありますが、タクシーなんかもこう普通にですね、ここも道閉鎖されてますね。タクシーのこの普通には今日は少し普段ほどではないですけども、昨日に比べれば全然多くなっているような印象があります。ここら辺もそうですね、こういった今目の前にあるようなああいう、ものでですね、道を閉鎖してバリケードを組むということが多く見られますね。銀行もですね、こう閉まってるわけですけれども、これが今3月8日、今日が5日、6、7、8ですね。8日の月曜日から、さらにこの CDM 活動がエスカレートするというような今状況になってきてますので、今国民が選んだその NLT 側の議員が形成する、連邦議会代表委員会、こちらのですね、方が中心になって、徐々にこのリーダー格というのも見えてきたという今状況になってきていますが、来週はもう完全に政府組織は機能不全と、今もすでにそうなんですが、さらにそれが加速するということが見込まれています。やはり車のこう通りは少ないと思います。今タクシーが横切りましたけれども、こうやって今フードパンダ のドライバーが、フードパンダのですねドライバーも一人2、3日前にですね、警察官あるいは軍にですね、射殺されて亡くなったということがこちらでも大きなニュースとして取り上げられています。街中はこれは割と中心部なんですけども、ここら辺はもう全然デモのですね発生地点というのもある程度局所的にですね固まってきているというのが今のヤンゴンの状況でして、それ以外の高麗のダウンタウンのところは、先ほどのスーレ、パゴダの近辺というのも完全にブロックされていてという状態なんですけれども、ミニゴンサンチャン、あとレーダン北の方ですね、あるいはシュエゴンライン、あと米国大使館があるユニバーシティ通り沿い、あとタムウェイ、こういったところがですね、特にデモの、発生点として多く、そこら辺に治安部隊も投入されていると。ただもうちょっと右上の方にですね、北東の方にある、オッカラッパ、サウスオッカラッパのオッカラッパ、ここら辺も、これは88年、2007年の時もですね、大規模な、なんていうんでしょうかね、武力行使というのが、あった地域でありますけれども、こういったところでですね、死者が増えているという状況にあります。今これはヤンゴンの、中心地のところですね、北の方から南に、これは今パークロイヤルの、前の近くまで来ているという状況ですね。少し声が聞こえますね。そこでやってましたね。すみません、見えますかね。そこでデモをやってましたね。こうやってなんかこう、店閉まってですね、シャッターにですね、書いたりとか、ああいうことも出てきてますね。これがパークロイヤルホテルですね。一応ホテル自体は今入り口はかなりもう暗くなってますけれども、ホテル自体はやっているはずです。ここが、ヨーミンジ通りに今入ってきました。これはパーク、目の前のやつがパークロイヤルホテルですね。今デモ隊ましたけれども、警察官等はいなく、割とデモ隊の数としても非常に小規模なものであったような印象はありました。ここはメトロですね。ホールセールをやってる会社、ここやってそうですね。なんかオフィスには電気がついていますね。ただこれ見ていただくとですね、こう流れていく店がそれぞれも皆さんこうシャッターを下ろしている状態ということで、普段であればもう少し賑やかなわけですけれども、人通りもやっぱり少ない印象ありますね。これも、ここ飲食店やってますね。